皆さんこんにちは。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日は宝泉鉄道の前でちょっとスイカやらそのなんていうの卵かけご飯やらというところでが目につきましたので、ね、ちょっと来ました。ここどこ針間市下里駅の前ですね。池口と大里、そこが踏切なんでね、ちょっとこっちに入ってくるのはね入りにくいかと思いますが、向こう側の道から入ってくればねなんとか来れると思います。はい、では行ってみましょうね。これが駅の佐藤駅となんか書いてあるんだけどね、なんか書いてあるでしょ。スイカやうどんや卵かけご飯がいいよね。卵かけご飯食べに行きましょうか。ぬくもり亭か、ぬくもり亭やね。スイカうどん曇りてんで、なんか、ね、うまいもん、ぬくもりてんのなんかしら。卵かけご飯食べたいな。卵かけご飯しようか。スイカのうまいから、ぬくもりてんとこかなかった。スイカ高い。買ってくの安いやん。買おうかな。まだ安くといたらな、だいぶ持ちそうやけどな。スイカ買おうかな。安い。キュウリ安いやろ。キュウリは？キュウリは4本100円。安い。なあ、形もあれやけど、ほら一緒やからな。ニンニクも100円やけ。キュウリ買うかな。キュウリ、キュウリな。キュウリかじってもらえたら、キュウリも買おうか。よいしょ。あ、ありがとう。卵かけご飯できます。あ、はい、卵かけご飯欲しい。卵ご飯の、はい、ユメリジンとユメオがありますけども。え、何がいい？ユメリジンとユメオと、ここにあるんですけど。あ、これで、オープン記念。そこ見てもらったら、ユメオとユメリジンですね。はい。そんな、ユメオがごっついやつやな、これ。ユメオはちょっとオレンジの色してる。え、それこっちでいいわ。あ、こっちで、うん、はい。ありがとう。はい、2つ種類があるらしいね。スイカ買おう。めっちゃサインがありますよ。めっちゃサインが。こういうのがね、やっぱり乗っかってくださいね、皆さんね。かしわ飯、ビーフカレー安いよ。まあまあ安い。きつねうどん400円。安い。なあ。よし。ちょっとテレビの映像が。実に寄りやすい。 いや、電車から降りてもすごいから寄りやすいわ。これがこないなったね。こないなったね。まあそんな感じだな。ちょっとテレビやりたいので待ちましょうね。これ見たところね、さっきのことは夢を夢人の食べ比べができるみたいだからね。単発で頼むなら700円と500円やけど、食べ比べると2つついとって1000円やることやと思うからね。まあ、お漬物はそんなわけつけ、2倍にはならへんと思うね。で、目立つのはコーヒーが100円やね。安いね。普通のうどんが400円もいいしな。ほんまこれ学生さんなんか帰りしないと食べて帰るのいいんちゃう。はい。はい。運ばれてきましたね。だから。あ、なんか二つタバコついてる。嬉しいね。二つタバコついてる。はい。なんかカツオみたいなの振りかかってますよ。はい、そうですね。小皿がついてくるの嬉しいね。なんか嬉しいじゃないですか。タバコも二つね。はい、それではちょっとね。卵の殻辛いです。硬いですわ。ね、ちょっと取りながらやが難しいこれな。気持ち悪い。こっちはまあでも安い方の卵、英語やったらどれだけ硬いのいいんだよねこれ。はい、それじゃね、ちょっと混ぜましょう。そんなよくご飯食べたら太るからな。いっぱいでいいわ。
てこられないねんけど、辛口の種類はね、辛口とかそんなありますよね。中口って何、中口でよ、うん、これはね、ちょっと多めの方が好きなんですけどね。したがってこんだけ入れて、ガバ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 、まあ足りかった上から、飯の上からね、またかけたらし終わりや。そんな感じ。入れやすい方がいいな、これ。あのいつまで茶碗みたいなやつだからね、これ、うん、はい、卵をかけました。よし、これでね、うん、入れてみましょうね、これね。もうちょっと熱かったらいいんじゃないかな、うん、ご飯がぬるぬるさんで、これが何ですか、つけまえね、うん、これは面白い、やっぱりここでつけはったよ、これ、ちりめん山椒みたいな、ちょっとピリッとして美味しいね、うん、これは何、わかめと揚げとネギか、うん、でもちょっと少ないじゃないですか、味噌汁の量がもうちょっと多いぐらいね。はい、それではゆっくりいただきます。はい、ごちそうさまでした。それではね、ちょっとスイカとあげて買って帰ります。ありがとう、ありがとう、はい、500円で、500円、ありがとう、ありがとうございます。あの、スイカってもらえる、はい、あの、それとキュウリって 何本が100円か、キュウリはちょっと待ってくださいね、どれでもさ、キュウリは、はい、5本で5500円、5本で100円になります。どれでもいい、ええねんけど、はい、でも5本好きなのどうぞ、え、あんまりでかすぎる、でかすぎるのもあるやろ、こんなでかいのもあれ、これぐらいです。これぐらいの細さです。はい。まあ、これ。これも。はい。これね。はい。これも。はい。4本。どうしたか。はい。5本ですね。こちらの方、キュウリ100円。はい。それとスイカやね。スイカをいただきましょう。どれも一緒か。これ一番でかい。知らんけど。このままどこ行くと冷蔵庫入れやすいけどな、これ、ね、あんまり大きいやつはちょっと冷蔵庫入れにくいから、うん、でもこれがいいな、値段貼ってある一番なんか感じが良さそう、それちょっと持ってね、900円ね、キュウリとか形悪いって言ったのか、全然味は一緒やん、じゃあ1000円割りかけます、どうやって入れるか分かんない、よし、これ100円のこくなります、またこれ高いのお祭りやるんで、ちょっと使ってみてください、ありがとうね、はい、ありがとう、ちょっと入れる中です、これね、希少のね、うん、種でね、あの作ったスイカなんです。希少って何、希少っていうね、どうやるんかな、種が希少っていう字書いてますでしょうか、
これ秘書って読むのこれ秘書と読むんです秘書秘書あ、秘書秘書ごめんなさい秘書ね、はいはい、ごめんなさいこの品種は珍しいの秘書は分かる今ね、うん、それこそね、かんぴょうと合わせたやつが今よう市販に売ってるそういうことイオンとかいろいろね、はいはいはい、売ってるのがああいうこう合わせたあの品種のね、はい、スイカを売ってるんですそれはやっぱり水臭いんですあこれはやっぱりそうそう水臭いこれはね、うん、もう未生って、ま、種からのスイカなんで植えたやつやから甘いんですこれどっかのここらの農家の人がやっとってるのねスイカ名人がしてるんですスイカ名人はい、そうなんですすごいな。そうです。ちょっと宣伝しようかな。ありがとうございます。二升っていうね、種からのスイカなんです。これ。だから本当に、もう食べてもらったらもう本当に美味しいいうのがわかります。ほんま。はい。これ、ちょっと外して、俺これをしようと思って。あ、それ、ああ、そうですか。ごめんなさいね。いいやな、それいいですよ、いいですよ。はい。だからね、スイカもね、やっぱこういうね、うん、模様がはっきりしてるやつが美味しいらしいですよ。ああ、うん。こんな、そうそうそう。おお、なるほどね。ほら、一回ちょっと楽しみ。また、ありがとうございます。次回からまた帰りに行こう。はい、ありがとうございます。はいはい。はい。なんか、うちわももらいましたしね。このいいスイカもらいました。はい、ありがとう。はい、どうも。外にもちょっとあるしね。落としたね、こっちは。ええ、スイカや。楽しみに思った。スイカ大好きやね。ね。二升ですよ。はい。そんな感じでね。本日もご視聴いただきありがとうございました。ちょっとスイカ買ってね、テンション上がってますけど。で、キュウリもかじっとったらね、夜小腹減った時にね。そういうことでね、ちょっと針橋下里駅でしたっけ。駅前すぐですからね、寄りやすいし。ぜひ、ね、道の幹線道路、北条からね、加古川に抜けていく道の、幹線道路の、線路の脇からすぐ寄れますんでね、皆さんもぜひお立ち寄りいただいたらどうでしょうかね。はい、それではね、またよろしければ高評価とね、チャンネル登録お願いします。それではまたね、次の動画でお会いしましょう。本日もありがとうございました。